ルノー・セニック、セニック、セニックは、フランスの自動車製造会社、ルノーが1996年から生産する MPV、ミニバンである。社名はフランス語で、景色を意味。ルノーを代表する小型全輪駆動車、メガーヌの MPV 仕様であり、同カテゴリーのフランス国内及びヨーロッパ市場におけるベストセラーモデルである。 その基本コンセプトは1991年に当時、ルノーに在籍していたアン・アセンシオがデザインしたセニックコンセプトが原型と言える。発売当初は日チ商品として登場したが、予想を大きく上回る人気を得て2代目へと、モデルチェンジするまでの7年間で、計約280万台が生産され、このセニックの成功に影響されて、シトルエンクサラ・ピカソ、 オペルザフィーラ、フォルクスワーゲンゥーラン、プジョー 307SW、ブレイクなどの追随者が続々と登場した。当初はメガーヌのバリエーションの一つで成功を収めていたルノーエスパスの弟分的なモノスペースカーとしてデビューし、1997年にメガーヌと共にヨーロッパカーオブザイヤーに輝いている。フェーズ1時代はメガーヌセニックと名乗り、 メガーヌハッチバックなどと共通衣装のフロントマスクやテールランプが与えられ、ボディカラーにかかわらず、前後のバンパー及びサイドモールは樹脂素地のグレーであった。フロアパネルが二重になっているのが特徴で、後席の足元には床下収納があった。また、後席三席が独立して着脱やスライドができ、後席すべて違う色にすることが、 できるなど、パッケージングやシートの構造に革新的な思想が盛り込まれた。エンジンは、メガールハッチバックなどとほぼ共通で、ガソリン1.4リットル、1.6リットル、1.8リットル、2.0リットルなど4種と、ディーゼル1.9リットルが5段マニュアル、または4段オートマチックと組み合わせて搭載された。日本への正規導入は百九十八年より、資本の フランスモーターズがガソリン2.0リットル4段オートマチックの右ハンドル仕様のみが導入された。フェーズ2へマイナーチェンジされる直前、1999年初旬あたりに過渡期のモデル、カレードが登場する。これは外観はフェーズ1と変わらず、サイドエアバッグの追加やトランスミッションが学習機能付けプロアクティブ4足 ATDP0 に変更されたモデルである。 1999年末にフェーズ2へとマイナーチェンジされ、フロントフェース、テールランプなどのデザインが大幅に変更され、社名も単にセニックとなり、リアハッチ右下のバッジはメイガンからセニックに変更されたが、リアドアにはメイガンのロゴが残されていた。エンジンも新世代の DOHC に変更され、1.4リットル、1.6リットル、 などが搭載されたほか、ダッシュボード小物入れの追加、新形状のリアヘッドレスト、リアハッチのガラス開閉機能など細かい改良も施されていた。このフェーズ2の日本史女性機導入は2000年から。セニック RX42000 年に追加された RX4 は、オーストリアの主体ア・ダイムラープフが設計したビスカス、マルチディスクセンターデーフを持つ4輪駆動で、 リアサスペンションや外装にも専用部品が使われている。組み合わせたエンジンはガソリン2.0リットルとディーゼル1.9リットル、ダシーで、ギアボックスは5段マニュアルのみ。商業的には成功しなかったが、後年登場したコレオスはこのコンセプトが色濃く受け継がれている。この初代セニックのオートマチックトランスミッションの多くは、フェーズ1、フェーズ2にかかわらず、 アッテフの油温上昇により、トルクコンバーターから駆動力が伝わらなくなり、最悪動かなくなるものもある。この現象は、インポーターも確認しているが、完全な対策部品がなく、2008年1月現在、リコールにはなっていない。セニック GPL 社、1990年後半から2000年初頭頃、フランスでは、LPG 自動車ブームが起こる。 年率500%の伸びを示していた時もあり、フランスの自動車メーカー各社は全ラインナップに LPG 社をラインで3使用意していた。欧州メーカーや日本社もフランス向けには LPG 使用者を投入。他のルノー社と同様に、セニックにも LP ガスガソリン切り替え式、LPG 自動車が用意されていた。フランス表記では、 LPG のことを GPL と呼ぶ2009年現在では、オプション対応で LPG 自動車に仕立てている。メガーヌのフルモデルチェンジに遅れること数ヶ月、セニックにもフルモデルチェンジが実施され、ハッチバックモデル同様の新世代デザインや、ルノーカード、オートマチックパーキングブレーキなどの新技術が各部に採用された。さらに、今まで通りの5人乗りのセニックと、 新たに3列目に折りたたみシートが装備された7人乗りのグランセニック、グランドセニックの2タイプが用意されることとなった。なお初代フェーズに同様、リアドアにはメイガンのロゴが残されている。エンジンはガソリン1.4リットル、1.6リットル、2リットル、ディーゼル1.5リットル、1.9リットル、そして日産と共同開発の MQR が5、6段マニュアル。 または四段オートマチックなどと組み合わせて投された。日本市場にはグランセニックのガソリン2.0リットル四段オートマチックの右ハンドル仕様のみが2005年9月から導入され、オプションで全面グラスルーフサンルーフ仕様を選ぶことができた。なお、五人乗りのセニックも一部の並行輸入業者が独自に輸入、販売していた。2006年5月には、 登場から3年弱にして100万台を生産すると、同時に、それは、初代登場からちょうど10年目であった。2006年後半に、フェーズ2へとマイナーチェンジされ、フロントフェース、テールランプなどのデザインが小変更されたほか、新デザインのアルミホイールや、内装材が採用された。2007年には、セニック RX4 の精神的後継者、セニックコンクエストが登場したが、 こちらは、専用外装と地上高温が高められた、サスペンション設定になっているが、全輪駆動である。この二代目セニックは、ヨーロッパの自動車衝突安全性テスト、ユーロンキャップにおいて、最高の5つ星の評価を得ている。2009年に3月の巡礼武将で発表。5月にまず7人乗りのグランセニックが先に登場し、追って9月に5人乗りのセニックが登場。 フランス国内で小型 MPV トップセールスの座をシトロ NC4 ピカソに奪われたことを受けて満を持たしてのフルモデルチェンジとなった。刷新されたボディはグランセニックで仙台より 65mm 長い、全長 4560mm となり、室内足と空間や加湿容量の拡大を図っている。エンジンはガソリン1.6リットル、2.0リットル、 ディーゼル1.5リットル、1.9リットル、2.0リットルが、もに6段のマニュアル化オートマチック、または、今回から加わった CVT と組み合わせさる。この3代目は、日本やオセアニア地域では、未導入となる。2013年3月の巡礼部署ではセニックをベースに、クロスオーバー SUV 風の外観を有した、セニックスモットを発表するとともに、 シリーズ全体にマイナーチェンジが実施され、内外装が新衣装となったタウンテン支援システムが導入された。2016年のジュネーブ賞にて発表。同社のコーポレートデザイン担当副社長であるローレンス・バンデン、アッカーが提唱する6つのライフシーンを具現化したサイクル・オブ・ライフ・ファミリー,ー・ R スペース・コンセプトをベースに、先代よりやや大きくなって登場。 一部クロスオーバー的デザインを取り入れてはいるが、依然として MPV であることには変わりないとしている。エンジンは6種類のディーゼルと2種類のガソリンを用意。エネルギーダシー 116MT モデルにはハイブリッドアシストが搭載されている。もう一つのギアボックスはエディシーである。安全面では、クラス唯一の歩行者認識アクティブ、エマージェンシーブレーキを標準装備するほか、 アクティブレーンキープアシストなども装備し、ユーロンキャップ5つ星を獲得している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。